デミー・パトリック・レネデゼウは、オランダ・アペル・ドールン出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。地元のクラブ、アガーブ・アペル・ドールンでのプレーが、ゴーアヘッドの目に止まり引き抜かれた。2005年、AG ・アルクマールに移籍した。AG では4シーズンで119試合に出場し15ゴールをマーク。2009から10シーズンのエール・ディビジ制覇にも、 貢献した。2009年7月、移籍金、推定750万ユーロで、アヤックス・アムステルダムへ移籍。2009から10シーズンは、アヤックスのキープレイヤーとして、活躍をした。しかし翌年にはベンチを温める日々が続いたため、夏の移籍を希望。2011年7月6日、ロシアプレミアリーグの競合 FC スパルタク・モスクワへ。 移籍することがスパルタクのウェブサイト上で発表された。移籍金はゴールドットコムで600万ユーロ、UEFA.com で700万ユーロと伝えられた。スパルタクで指揮を取ったバレリー・カルピンやウナイ・エメリの下ではたびたび起用されたが、本来のパフォーマンスを発揮できず、2013年1月下旬にベルギーの RSC ・アンデルレヒトへレンタル移籍をした。 これに先立ちスパルタク監督のカルピンはインタビューで、デゼウは近年の遺跡の中で最悪だったと述べた。デゼウはオランダ記者とのインタビューで、新しい国に要因に適応できると思ったが、ロシアでは落ち着くことができなかった。文化やサッカーや航空便の多さ、ロシアを離れることができて安心していると述べた。2015年2月7日、ナック・ブレドに加入した。 シーズン終了をもって同クラブを退団すると無所属となり2016年10月に現役引退を表明した2006年の UEFAU-21 欧州選手権にオランダ代表として出場オランダの優勝に貢献するそして2007年3月28日のユーロ2008予選スロベニア戦で A 代表デビューユーロ本大会にも選出され グループリーグ第3戦のルーマニア戦に先発出場した。2013年、同郷のグレゴリー・ファンデル・ビールやエル・イエロー・エリアと共に、ファッションブランド、ボルア、を立ち上げている。ありがとうございます。